みのりんの感謝で無茶振りセカンドシーズン、おはようございます。バッチリフルメイクの川原みのりです。お久しぶりです。はい。いや、やっぱね、全然気持ちが違いますね。化粧するとね、ピシッとするんで、はい、今日も、バッチリの状態で頑張っていきたいなと思っております。さあ、本日はですね、こちら、神奈川県に、ございます貴公な肌の中井店ですね、肌の中井店さんにやってきております。さあ、前回は、クリアできずだったんですけれども、でもちゃんと機種も当てたし、あ、でも違うわ、最後にめっちゃ使ったんだった。ごめんなさい、もう記憶から消してました。結構番長3でやらかしてしまって、久しぶりにまあまあなマイナスを叩き出してしまったかと思いますけれども、気を取り直して本日も頑張っていきたいと思います。で、サイコロですね、よろしくお願いします。はい、結構また3押してくるな、めちゃめちゃ。なるほど、まあ6だったらフリー実践で何も気負わずにできると思うんで、6を狙っていきましょう。はい、では行きたいと思います。おお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 、2かな、2か。本日の無茶売りは3000円ごと2台度でございます。結構きついのになっちゃったかな。3000円って結構すぐ使えちゃうと思うんですけど、まあ、出玉を出せばそれも込みで使って OK ってことですね。はい、なんで最初は何からいこう。ボーナスタイプ、やっぱりそういう立ち回りうまくやれない私ですけど、いろいろ試行錯誤しながら頑張っていきたいと思います。3000円、3000円、全部20スローですよね。まあ朝一を狙っていくっていうのはね、あるかもしれないけど、まあでもまあまあ出玉を作れた方が絶対的に楽になると思うので。あ、クレーンあるじゃん、眠り一番好きなやつ、ありだな。とりあえず3000円っていいですか。お願いします。よいしょ。あ、そうだ、そんないっぱい出しても意味ないんだった。3000円ですね。3000円、よし。はい、それでは3000円実践開始いたします。あれ、1000円が入っていかない。先生、入りません、千円札が。どの千円札使ってもダメです。偽札？どっち？日暮らしで買って1万円の状態は無理か。そうだね。え？私のせいなの？びっくりだよ。ここやられたわ。一回も打たずに店員さんに除菌をさせるという。申し訳ない。はい、なんか日暮らしになりました。久しぶりかもしれない。いきます。3000円、前日に急遽が、何狙うんだっけ。白7、違う、なれな。なんかすごく忘れてる。はいはい、何、お、ここで引いてるってこと。何狙うんだっけ。ちょっとあ、違う、取れてないですね、すいません。取ってない。早い、もう3000円。おおお、強そう。ちょっと、私をお呼びですか。どうしよう。
僕たちのこともクラウド、このクラウド常にあなたのそばにありますよ。おお、当たった。当たりました、奇跡的に。あれでもスイカでもなかったしね。なんだ、私が多分中リールをもしかしたら目押しミスってたのかもしれないですけど、69ゲームです。投資3000円、しっかり当てていく。あ、富竹紫なんで1万役か。ですね、はい。まあ富竹ボーナスは当たったけれども、ここからどうすれば。でマジでびっくりするぐらい何も覚えてない。結構打ったのにな。2択のチャンスが1回しか出てこなかった、53枚。まあでも、もしかしたら ART 引けるかもしれない。2パー、2、はい、2パー、まだナビが出ております。はい、赤かな、外れ、終わっちゃった。はい、あ、これなんだっけ、これは狙わなくていいやつですよね。あ、転落回避の2択当てだ。まあでもだから本当2択を選ぶだけですね。そうだ、はあ、これはもうダメで、でなんか白7目押しすればいいんですよね。2択当て成功で運命分岐モード、そう、常駐弾、あれなんでできない。チャンスゾーン、シゼット天井が本当は200ゲームになるはずなんですけど、ここに白が止めると普通に失敗しました。なんか悔しいな、この打ち始めたらずっと打ちたくなっちゃう私の性格、どうにかしてください。もうまあもう3000円はね使ってるんで、この持ちコインがなくなっちゃったら、いやでも移動しなきゃいけないってことですよね。ちなみに、ま、出戻りってありなんですか。ああ、なるほど。あ、じゃあなんかの台挟んで、え、それは3000円ってこと。あ、3000円打たなきゃいけないですね。当てたら別にいいですよね、うん、なくなった。いや、こんな中途半端な感じで日暮らし、日暮らしもうちょっとやりたかったんですけど、失敗して天井400ゲームにしてやめるっていう最低な行為を行います。次の台に移動します。じゃあクレア行きたいです。クレア行っていいですか。はい、それでは本命のクレアの秘宝殿行きますね。おお、いいよ。はい、チャンス目、早速ダメか、ダメですね。よう引きますね。チャンス目、あー厳しいと思います。終わった、早い。ずいん、いや、本当は日暮らしもうちょっと打ちたかったなっていうのがちょっと出てきちゃってるんで、戻るのもありなんですけど、私のせいで400ゲームになってるんですよね、店長が。なんで違う台の方がいいかな。3000円で何ができる。
やっぱジャグラーとかになる。やだな、なんかどうしよう、困りますね。3000円ってめちゃめちゃきついですよ、普通に考えたら。はい、そして結局日暮らしの2に戻ってきました。まあ、旗から見たらこいつ行ったり来たり何してんだろうなって思われてんだろうな。ヤオトさん、南沢へ。はい、お、強い。はい、これは一枚役でしょう。あ、この場合は白か。うん、一枚役、やっと一枚役取れた。あー、ないか。うん、いやー、はい。あー、ギリギリで当てられるかと思ったけどダメだな。無理だ、どうしよう。なんかこんな打ち方してたらマジで何にでも当たらない気がしてきちゃう。一番で温泉ゾーンで MB を引いてチャンスゾーンで当てることは可能ですね。温泉ゾーンだけやる2台。オーナーさん、よろしくお願いします。え、なんで。いや、初耳です。初耳ですけど。え、3騎士連続って今クレア日暮らし、これ。いや、でも足引けると思うんすよね。引けると思うんで行きます。G1 ダービークラブ、とにかく MB を引け。まだ上がるな、さすがに早い。違うよ、早っ。早すぎる。だってやめるもん、もうこれじゃ。もうダメですか。あ、はい、はい、では G1 ダービークラブ2体目です。恥ずかしい話って何ですか。待って、そんなもう話しますみたいな感じでする話ですか。そう、最近一番恥ずかしかったのはあのジャージで、あのジャージでここに来なきゃいけなかったことなんですけど。早いってちょっと。なんなんだよ。おとなしくジャグラー行きますか。はい、ジャグラーです。まあ、理想は500枚ぐらいね、出玉を作って次の台に移動できれば、なんかもうちょっと攻めた台も打てるんじゃないかなって思うんですけど、まだ私朝の日暮らしの、ああ当たったわみたいな感じのレグしか1回しか当たってないですからね。おお、しかもレインボー。びっくり、嬉しい。しかもね、3000円も使ってないんですよ。持ちコインで移動してきたコインに当たりました。びっくりした。21ゲームイエス、ありがとうございます。いい曲流れる。いやー、嬉しいな。これはあともうワンビッグかな。今この台だったら当てれそうな気がする。おー、びっくりした。67ゲームですね。あれ、あ、うー、まあいいでしょう、減ってないし。全然レギュラーボーナー、いい台かもしれない。何ですか。いいでしょ、希望を持ったって。
はあ、ついに飲まれてしまった。安全なはずのジャグラーだったのに。すごいパチスロ下手くそな人じゃん私みたいな。まだ1万円だしな、でもなんとかなる。別に怒っちゃいないですよ。こんなことで怒るような器の小さい人間じゃないです。売れかだな、もうもうなんかボーナスタイプ向いてない、わかんないけど。いやそうなんだよ、だからさっきの普通にビッグ引いてレグ引いてその出玉持って移動すればもうちょっとやれたじゃんみたいな。捨てらんないんですよね、そこそこ回して。はい、ユレカ3対1、1台だけリセットされてましたので、この台の、朝のなんだっけ、コンカ KCC ですね、はい、で頑張りたいと思います。はい、よし、リプレイを引かない人間になる。ベルしか引かない、私はベルしか引かない。よいよ。おっ、これはよく引けば当たり。割とうまくやってる、うまくやってるよ。わっ、うわ、セーフ。あ、今か、今じゃないよ、絶対これ弱地じゃん、大体。まあでも、なぁ、あともうちょっとで500だったのに、さら2倍で。あ。うわー、当たりだったのにな。うわー、もったいな。まあでももう1周目はいけました。これできるところまで行った方がいいっすよね、間違いなく。まあ1周目で当たってくれるかもしれないし。おう、目の前にでっけえ波が来てる。はい、これからなんだよ。ここで赤とか出てくるのはあんま暑いんじゃないかな。白どうだろう。当たるじゃん、赤。さすがにこれで赤で外したことないもんね。やっぱ暑かったんだな、よかった。はい、よし、1周目ありがとう。44ゲームですね。あー、よかった、ここ来て2000円、なんで外市1万2000円でビッグでコーラリアモード入れて回収して勝ちできた。よし、お願い。よし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 、ビッグ。あー、来た、これ。よし、絶対コーラリアモード入れます、入れて入れます。2分の1以上の権利をください。47%いけるかな、いけると思うんだけど、行きたいんだけど、お願い。グスシタです。159枚、とりあえず 47% 勝ってると信じて。ほらんとこい、
違うな。やだ。あ、やばい。嘘でしょ。あーやったわ。やっちゃってる。いやこれ以上追うと辛いことになる。うまくいかないですね。うまくいくと思いきやだいたいうまくいかない。あと何なんだ、この150、100、まあ、200枚弱とまた3000円が使えると思うと、7000円も使えるってことですよね。まあまあ入れれるな。計算しました。難しいな、頭悪いからこういうのうまくできないんですよね。今日このお店のスロット台全部打ち尽くしてしまうかもしれない。ああガンダムクロスオーバーめっちゃ久しぶりに打ちたいけど面白いんですよ。で天国とか確かなんかあった気がしたんだけどな、朝一。ああなんかいいっすか打って、なんか朝一狙い、あれなんだっけな、周期抽選で、あれなんかちょっと朝一美味しくなかったっけかな、なんかシナリオとかあってなんですけど、とりあえず打ちます。いきます。久々です。当たった時のね、なんだろう、なんていうの、抽選があるんですけど、ここのカードのそれが面白いんですよ。え、はみ出た、やった、ついでっていうのはよくわからないけど